篠の件は日本のパチスロ関連ライター、東京都出身、パチスロ攻略マガジン所属、高校卒業と同時にスロプロの道へ進み、現在も稼働を続ける。1995年にパチスロ攻略マガジンの市場プロとして日々の立ち回りを綴った、食うならやらねば、の連載を開始。現在はパチスロ攻略マガジンほか、テレビウェブ動画、 新聞など多方面で活躍しつつも、現場市場主義を貫く喫水のプロとして読者から指示を得ている。市場プロとして、デビュー後の1995年9月に漫画誌、パチスロコミックにて自身が主人公である漫画、スロッターブルースの連載がスタート。実在するパチスロライターが漫画の主人公となる、初の試み。1997年11月に、 TV 朝日、トゥナイトにて、プロスロッターとして、地上波に出演。1998年7月衛星放送にて、旅打ちがスタート。全9回を超える人気シリーズとなりビデオ化もされた。8月に、週刊大衆に旬な騎士を紹介する、パチスロの達人連載スタート。1999年2月、パチスロ攻略マガジン兄弟誌パチスロ攻略マガジン流にて、 ねじまきレシピ連載スタート。模索実践の原型となる。11月、食うならやらねば、足跡集発売。2000年6月スカッパー専門チャンネル、ビッグチャンネルにて、パチスロ攻略 TV 俺に任せろ出演。タレントやベミホと共演を果たす。同月漫画スロッターブルースの単行本として、プロスロッター誌の剣が発売。スロット漫画初の単行本化となる。 2001年7月、単行本として、プロスロッター誌の剣第2巻発売。8月、月刊ビジネス誌、ビッグトゥモローにて、ギャンブル最強の法則にて紹介される。11月、パチマガスロマガ携帯サイトにて、コラム、ツレズレ草連載スタート。12月、スロマガ DVD、市の剣の1日に密着企画出演。2002年1月、実践日記。 食うならやらねばを救済。3月、ネ、ね、ジ巻きレシピが食うならやらねばに変化。5月スロマが増刊エキスパートに似て、シノケン漫画掲載、監修を担当。8月スロマが本市のメダル製造業者取材企画と連動し、シノケンコインを作成。同月に発売された食うならやらねば、アシアト州2巻購入者医師ケンコインを全員、プレゼントとする。10月、 ビックチャンネルから解明されたパチテレ。にて、厳選カタログ実践収録。話題機種のデメと演出を2時間ノーカットで流し続ける斬新な企画。同月創刊された、スロマガコミックボルト7にて、漫画、死の剣連載スタート。監修を担当。2003年2月、単行本、プロスロッター死の剣第3巻を発売。4月、 スポーツ日本にて新規主紹介記事、打つなら読まねばスタート。6月写真週刊誌フラッシュにて、パチスロプロの自分的打法を聞こう。8月携帯サイト、パチランドにて、プチ日記をスタートさせる。10月漫画、死の券単行本発売。2004年5月東京上野に存在していた、パーラー、スターホールにて2週間前代の設定を管理する。 パーラー氏の県企画を行い、後のライター来店イベントの先駆けとなる。2005年2月漫画、死の県単行本、第2巻発売。3月、パチスロ攻略マガジン流にて1号限りの、稼働日記復活。6月、パチスロ攻略マガジンにて、稼働日記、空ならやらねば復活。9月、漫画、死の県単行本3巻発売。2006年9月、 日記対抗本、食うならやらねば、足跡集、第3巻発売、S-1 グランプリ、もっと食うなら、言わねばチェンジ。ありがとうございます。